はい、どうも、こんにちは、えー。阪神優勝しちゃいましたね。<laughs> ついに、三十何年ぶり三十九年ぶり三十八年ぶり優勝しちゃいましたね。なんか、道頓堀もね、優勝ということで、すごい感じだったらしいですね。昨日なんかニュースでね、生中継やってたけども。あの、道頓堀の川沿いにね、みんな集まって、何人かね、海水浴楽しんでたみたいですけどね。海水ではないけどね。<laughs> あれですよ、三十何年前っていうと、ほんまにえぐい感じの、あの、川のヘドロ感やったんですよ。もう、あのね、そのイメージが強いかもしれないけど、今の、あの、道頓堀、めっちゃ綺麗になってるんですよね。めちゃくちゃ汗掃除して、なんか、透明感も結構出てるらしいから、<laughs> 魚がなんか生態系作ってるぐらい、ま綺麗らしいからね。僕も昔の、もうほんま、知り合いの知り合いの知り合いぐらい、友達になりたないから、そんなんと。<laughs> 知り合いの知り合いの知り合いぐらいで飛び込んだ人、ヘドロの時代に飛び込んだ人だけどね、なんかやっぱ発熱したらしいからね、危ないよね <laughs>。まあ今の川やったよね、多分大丈夫なんでしょうということで、えっと、そうそうそう、もうそんな阪神優勝もね、ありのですが、阪神ファンはね、最高の休日に、ね、なったんじゃないでしょうか。おめでとうございます。さて、えー、50万円を超えるスーパーノート PC がやってきました。マジでスーパーノート PC ですよね。 ね、いくら機材としてね、まあ使うといえども、まあほんまにプロ用のね、えー、マシンとしての初期投資はね、まあ、趣味ではなかなか支払えない金額なんですけども、これほどの GPU がね、欲しい人はほんま、ね、まあプロフェッショナルな環境に限られると思うんですが、それでもなるべく経費は落としたいっていう感じはしますよね。 今日はこの MacBook Pro で最上位である、まあ、MAX チップですね。今回も M3 世代でもやってきましたんで、まあ、これがプロチップとね、どれほど違うのかっていうのと、まあ、そしておすすめできるのかっていうのをね、ちょっと自分の意見をまとめてみると、やっぱりね、結論から言うと必要ないよなっていう感じですよね。MAX はね、なんでかっていうと、やっぱこの MAX チップ欲しいんであれば、まあ、例えばデスクトップ型のスタディを買う方が安いっていうのもあるしね。 うん。あと、なんでもオールインワンはちょっと怖いところがあるかなっていうところもありの。まあ、この MAX チップをね、MacBook に採用するという、まあ、Apple の大人の事情もありのというところもありますので、今回はこのあたりを説明していこうと思います。さて、M3 世代では CPU にも今回ね、差があるということで、これがね、M3 世代の特徴だよね。Pro とね、MAX チップは CPU 今まで同じやってんけど、 今回 M3 でコア数がね16コアということで全く違うよね。完全アップグレードバージョンになってますよね。プロから差がここ大きくなってるんで M3 世代ではプロと MAX チップの差がかなり大きくなったっていうところです。ただ CPU はね、まあ、これによって性能は爆上がりするでしょうね。もちろんマルチコアスコアですね。 だからマルチコアスコアが欲しい人はっていうところやけども、そこ,こに魅力を感じても GPU 使わないんだったら MAX チッ,ップはかなり損しちゃいますよね。ということで許可された CPU と GPU をね、えー、両方ね、ちょっと個別に考えていきたいんやけど、CPU っていうのはコア数が増えたからマルチコア性能が今回はまあ爆上がりですね。この爆上がりしたコア数を何に使うかっていうと、まあファイルの変換とかね、すべてのコアを全開にする状態で非常に速くなるんで、 まあ動画の書き出しとか、いわゆる待たないといけない処理だね。この待ち時間が短縮されるっていうところです。で今回16コアですからね。あまりにもコア数が多いのと、まあ、最近は Mac はね、GPU ベースの書き出しとか、コア増えてるんで、まあ、プロのクリエイターとかでもどうなんだろうね。なんかプロのクリエイターやったら CPU を強化するっていうよりも、Mac でせっかく使ってんねんから、まあ、Apple 純正のソフトをどんどん取り入れてあげて、 まあそこで、まあ、GPU にね対応しているものの方が絶対コスパいいっていう感じするんですよね。CPU 上げるんやったらってとこはね。どうだろういまだになんかプレミアとかは CPU ベースがちょっと多いんやかな。ちょっと使ってないですけども。まあとにかく Mac を最上位使うんやったらやっぱり Final Cut とかそういうね Mac 線を使いたいよね。っていう感じですよね。そうなってくるとやっぱりどっちかっていうと GPU の方が魅力あるから CPU16 コアはいらんっていうことで じゃあこの16コアの CPU 何に使うのかって言ったらまあこれ開発環境とかね仮想環境構築するとコア数が割り振られちゃうからまあコア数たくさんあった方がいいよねっていう感じかなっていうのでまあそういうのって一般的なあのー、マカーではないんでね <laughs> ある意味マカーかな普通の人はまあ結構厳しいよね単純になんか CPU 早くしたいっていう考えだとこのコア 16個余りね、増やすのは難しいかなっていうのは思ってて。やっぱりね、パフォーマンス向上マックでさせたいと思った GPU だよね。今回 GPU も上がっているんだけど、じゃあこのコア数もね、えー、めちゃくちゃ上がる GPU ね、何に使うかっていうことですが、まあ、ゲームソフトがまだまだ充実してないから、やっぱり Mac ではなかなかゲーム用としては GPU は使いこなせないですよね。 クリエイティブ作業での書き出しとかが基本はメインとかになってくるんですけど、これはソフトが CPU に対応してるのか GPU に対応してるのかっていう違いなんで、自分の使ってるソフトで決めるってことですよね。そして Apple の純正ソフトは GPU の傾向が強いんで、まあ我こそは Mac ユーザーだという、まあ Windows を使わない、ほんま Mac だけで自分の環境をね、構成してる人は GPU ベースでいいんじゃないかなと思います。 windows 使わない人はもう全部ソフトもねほとんどなんかアップル系のやつでいいと思うしそうするとジピッはたくさんあった方が快適になるんじゃないかなと思いますよねまあベンチマークとかでそのコア数に対する性能のびっていうのがたくさん出てると思いますがまだ 初めの方のスコアってリークベンチとかしかね出てないと思いますが先日メインチャンネルの方でリークベンチはちょっとあのマックスチープ出したからそこをね参考にしていただければなと思うんですけどベンチマークって大体あのピーク時のねたくさん壊すあってもね全部をマックスアウトしてるときのねスコアなんでめちゃくちゃあの全力で走らせてるときのスコアなんで基本はこのグラフの差 はまあ、比例ししてて影響はしないっていっうことですねプロとマックスチップを比較されてなんか書き出しの時間短縮とかねそういうの出てると思うねんけどもこれはまあ書き出しとかの場合は意外とね時間に比例してね、えー、影響すんねんけどもそれ以外なんか作業してる時にかめっちゃ快適な作業環境が欲しいから壊す増やした方がいいって考えてもなんかその書き出しの時間短縮みたいに大きな影響はないんですよね。 特に動画とか写真とかの編集してるときは、そこまでなんか全部のコアをね、えー、とピークまで持っていく環境ってさ瞬間的なものしかないと思うから、もっとこのプロとマックスの差は縮むと思います。感覚的な話ですけどね。ほんまにもこの爆上がりするコア数が何で欲しいかっていうと、もう待ち時間を伴う、まあ、レンダリングとかですね、えー、書き出しとか、そういう感じですよね。うん、だから単純ににこのコア数が倍になって だからといえどその全ての環境が倍ぐらい快適になるっていうのはちょっとそこまではないんじゃないかなと思いますのでここは注意ですよね。要はその駆け足とかをもうほんまに短縮させたい人がもうマックス欲しいっていう感じでいいんじゃないかなと思いますね。でそんな最強なねマックスチップなんですけどもなんか MacBookPro でさあ来ると,、えー、と発熱が気になるっていう人もねおると思うんですけど。 まだ発熱問題これから出ると思うねんけど、まあ、CPU コアも今回増えてますからどうなんだろうね一応まあ M2MAX 世代の時はなんか外から測ってみるとだいたい41度ぐらいまでね、えー、向上したりとかで MacBookPro でなんかそのプロチップか MAX チップかって考えた時にやっぱり MacBookPro みたいなね小さいのに MAX チップ入れるの怖いなっていう人おる。 と思うけどそれはまあね正しいとは思うんですけどただこれね面白い話なかなか実はマックスチップ入れてても全然別に。 作業影響はないんじゃないか、問題ないんじゃないかっていう意見も実はこれ数字上出てたりするので、まあ、この話、MacBook に m a c チップを入れても発熱大丈夫なのかどうかっていうのはちょっと次の動画でやりたいねんけど、これちょっと面白い結果になるんでね、またまとめますんで、気になる人はまたね、次の動画をお越しください。Intel と AMD のね、やっぱりハイエンドと比較されるので、まあ、勝たないといけないという世代ごとにね。っていうので、まあ、今回比較してみたんですけども、 えーまあ、ちょうどいい感じでね、ほんまちょうどいい感じで、あの、M3MAX がね、勝利をするっていう感じに収まってましたので、まあ、必ずね、意識はしてると思いますよ。<laughs> うん、数値上、インテルとも AMD とも、両方ともハイエンドを、まあ、いい感じで、えー、打ち負かすっていう感じで収まりましたので、ほんまに仕組まれた感じのね、スコアになってるからね。それでもね、心配しなくてもね、あの、Apple Silicon の方が、 それと比較しても有利よ。うん、あれ、コンセントさせてる状態じゃないと、Windows はあの数値無理ですからね。しかも d ィ e グベンチなんで、普通にあのモバイル製品なんで、あのバッテリー苦労させるじゃないですか。その時に多分、もっと大きな値差になると、ぶっちゃけ思うんで、やっぱりあのマックスチップまで行っても、まだまだ、あのモバイルチップ最強だなって思いますよね、Apple シリコンは。はい。 ね、グラボ抱えながらあの勝負できるわけですからね素晴らしいです、まあ、でもこのマックスチップをねやっぱり入れてくるっていうのは <laughs> ノート PC でもここまですげえなんか Windows に勝てるんだぜみたいなねやっぱりその戦いをするわけですよね、まあ、Windows はやっぱりゲーミングとかになるとね GForce 入れることできるんで 外付けのグラブを追加されると、やっぱり最大性能バトルでは、まあ、前回の M2 世代では消費電力とかを度外視すれば、まあ、残念ながら、その前回の M2MAX ではちょっと厳しい状況も出てきたので、うん、まあそこはね、やっぱりこれだけ薄型でバッテリーで持ちいいぜっていうね、発熱もそんなしないぜっていうところで、まあ勝負を挑んでるで、モバイルという観点からすると間違いなく Apple シリコンの方が 勝利してるなとは未だに思ってますけどねそもそも最適化問題っていうのがあるからね、そこでなんか大きなアドバンテージがあるような気がするんですよね。じゃあ最後、ウルトラチップを作るためのマックスチップだけど、まあこれがね、まあその通りですよね。いらない CPU の この16コアとかのコア数は、ついに今近まえている M3 ウルトラのために増大しているんでしょうね。倍になりますからね。そしてそのウルトラチップもね、もちろん、えー、ライバルのね、ライバルとの対決を意識していますから、ウルトラチップはね、作るためにはあのマックスチップを、えー、2個ガッチャンコフュージョンするやつですからね。うん。なのでそのまま,ま倍のスペックが基本になるわけなので。はい。ということで。 えー、マックスチップをね、えー、できるだけ、えー、コア数を増やしておかないといけないっていうところもあるんじゃないかなと思います、まあ、結局これが使えるのか使われへんかっていうのはユーザー次第やけどもそこはあんまりお構いなしで最上位目指そうぜっていうのがハードメーカーやから <laughs> でもまあ今後のためにねコア数をたくさん買っとこうみたいなね長持ちさせるためにっていうような商品ではないよね 間違いなく今こんな壊すイランはって思うんやったら絶対買わん方がいいよねって <laughs> 思いますよね。で、正直、プロチップを買えば、まあ、ハイエンドのノート PC を手に入れることはできます。ハイエンドの MacBook Pro を手に入れることはできるんで、ぶっちゃで通常考えるのはプロまででいいかなとは思いますよね。まあ、今回プロがね、ちょっとね、微妙な感じなのかもしれないみたいな。 ところもありますが、まあ、それでも、M2 までのね、えー、比較からすしてみると、やっぱりプロがね、ちょうどいいぐらいかなと思ったりします。50万ですよ、基本。何買える ?50 万で。<laughs> ゲーム機何台買えるんですかって、ね。めちゃめちゃ高くないですかまあ、今、Mac もね、一番高い時期かもしれないですよね。今年の年末までは。そうそう、さっき、あの、中古でさ、あの、M1、MacBook Air の 16GB。 プラス、えー、のの SSD っていうのを見つけたんよで、今ちょっとカートに入れてる状態やねんけど、買った方がいいかな。<laughs> 消費税とか送料入れたら9万3000円ぐらいなよ。めちゃくちゃ安いよね、これ。なんかね、右下ぐらいになんかラッカー跡みたいなのがあるんよね。ちょっとそこがえぐれてるので、 そこは、でも画面の地図っていうのがなかったから、なんか画面地図ついてたらめっちゃ嫌じゃないですか。それがなかったから、まあ、画面地図ついてなかったらええかなって。最悪キーボードは油ディッシュになってて <laughs>、汚れてるやつあるじゃないですか。まああれは最悪交換しちゃったらいいかなと思ってて、いや、9万3000円で買えるんだったら、どうなんすかね。この構成めっちゃええんちゃうかなと思って、なんかこれ動画編集用に買って、あと全部なんか今、マック高いから売ったってもええんちゃうかなとか <laughs>。 <laughs> 思ってるんですねだから今全部マック売ってもこれ1台でいってさ M1 世代で。で来年以降またスナドラ PC も出るしさなんかどんどんライバルが出て安なってからまたね M4 チップ世代からどんどんなんかあの買いまくったろうかなと思うんですよ。<laughs> だかかそういうなんか今の為替とかだけじゃないけどもさまあやっぱり。 駆け引きって大事だよね顔きっていうのはその商品たちのなんかコスパとかもあるけどもライバルとかを見てみると今やっぱりアップルシークいないじゃないですかインテル MD はねちょっとノート PC ではっていう感じもあるんでそう考えるとねなかなかそういうところ <laughs> 考えないといけないなと思ってでもマジでこれ良くないですか 9番3000で。まあ、汚れとかね、中古であるからさ、そこは何とも言われへんけど、この構成で他ね、メルカリとかで見てもなんか1万円高かったりするから、でもメルカリとかで買ったら保証ついてけえへんや。なんかそれがやっぱ怖いから、そうやったらもうちゃんとしたショップで、ちょっとショップの名前言わないですけど <laughs>、ちゃんとしたショップでこれあったからさ、これ買おうかなと思ってるんですよもしかしたらもうこいつをもうマジでメインにしたろうかなと <laughs>。僕の動画なんて正直ね、こんなもんなんで、正直あの M1 チップでいけるんですよ <laughs>。 <laughs> ゆくゆくはね 4K でなんか作るかもしれないけどその時はねだから M4 Pro とか M5 Pro とか買ってねやってやろうかなとか思ったりしてるんですけど <laughs> まあ今回はあの50万超えてしまったねマックスチップですがまあ一方のね余裕がある人はええー、なーとは思うんですけどなかなか、まあ、難しい金額になってきてしまいましたよね構成によってはね100万円を超えるというマックスチップなのですがあの100万円ね あの、ぜひとも、なでせしていただければ、はい、お待ちしておりますので、こちら購入させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。よし、じゃあ、今日はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。あ、阪神優勝、おめでとうございます。